どうも皆さん、夜です。このチャンネルでは生き物の話題について語っているチャンネルとなっています。今回は奇妙だけどどこか可愛い深海生物を15匹ほど紹介していこうと思います。十文字ダコ、深海性のタコの一族で、英語ではダンボオクトパスと呼ばれているそうです。ディズニー映画のキャラクターダンボの耳に例えられたことに由来しているため、このような名前らしいです。ディズニー好きなら潜って見に行く価値があるかもしれませんね。ダンゴウオ、北半球の冷たい海に分布するカサゴの仲間です。浅い海から深海に生息しているそうです。吸盤の腹びれを使って岩に張り付いているものがよく見られます。キーホルダーになってもおかしくないほど可愛いですよね。白ウニ、最近キャベツを食べているウニが可愛いと話題になりましたよね。このウニはそんな愛くるしいウニの白色バージョンです。普段は生き物の死骸を食べて生活しているそうです。ちなみにあんまり美味しくないそうです。ウニ好きなのに残念です。サメ肌ホオズキイカ、10センチ程度の小型種から3メートルに達するイカの種類です。明るい環境ではクラゲのような半透明の種類もおり、可愛らしい姿をしています。ダイオウホオズキイカというデカイイカについては過去に動画を出しているので、よかったら見てください。メンダコ、体長は20センチほどのタコです。押しつぶしたような姿をしており、暗い深海で生息しているために墨袋はなくなり、普通のタコが持っているような墨を吐くことができないそうです。深海生物の中でもかなり人気があり、さまざまなグッズが発売されています。僕自身も押しつぶされたらこのタコのように人気が出るかもしれませんね。大口ボヤ、深海に生息しているホヤの仲間です。大口を開けた人の顔のような見た目をしています。流れてきたものが口に入れば何であれ食べているそうで、実際にこの口で小型の動物が入れば食べているそうです。パックンフラワーみたいですよね。深海クサウオ、水深6000メートル下の超深海層に分布し、体長は10センチから20センチ程度の深海魚です。体は柔軟でブヨブヨとしており、オタマジャクシに似た体型を持っています。内臓の一部は透けて見えるため、気持ち悪いと感じる人もいるかもしれません。単品だと僕は可愛いと思います。群れはブロブフィッシュ、全長70センチに達することもある深海魚です。体型は頭でっかちのいわゆるオタマジャクシ型です。さっきの深海クサオと体型は似ていますよね。ただ顔がかなりブサイクです。世界一醜い生き物として有名な魚なのです。親近感が湧きますよね。ヒノオビクラゲ、体長は数メートルのクダクラゲの一種です。その下には栄養部があり、触手は50センチに及びます。とても奇妙な見た目をしていますよね。ちょっとしたオブジェみたいですよね。触手を伸ばすことで付近を通り過ぎる生物を絡め取って捕食するそうです。ピンポンツリースポンジ、海綿と呼ばれる生き物の仲間です。なんか CG みたいですよね。高さは50センチほどで、プランクトンをピンポン玉の形をしたスポンジ部分で捕食しているそうです。しかしこの見た目で小型の甲殻類を食べているそうです。贅沢ですよね。僕もサガにとって食べてきますね。フサアンコ、太平洋、インド洋、大西洋など世界中の深海に幅広く分布するアンコウです。丸みを帯びた形状の体型で、皮膚は風船のようにブヨブヨとしていて、ピンクやオレンジ、あるいは赤色を基調とした体型の種類が多いそうです。ちょいブサですけど可愛いですよね。ちなみに僕はブサイクで可愛くないです。センジュナマコ、深さ3000から5000メートルに生息するナマコです。足のように見える大きな管足を持ち、それを収縮させることで歩行を行うそうです。ちなみに主食は海底の泥に含まれる有機物です。なんだかのんびりしている生き物ですよね。タル型裸カメガイ、ちょっと太ったクリオネみたいですよね。通常のクリオネが 2,3 センチに対して、タル型裸カメガイは10センチほどのそうです。太っているのに可愛いのってずるいですよね。痩せよう。ザラビクニン、こいつもオタマジャクシみたいな見た目です。実は先ほど紹介した深海クサウオの仲間なのです。ただこの魚は手のような胸びれを地面につけて逆立ちしたような体勢で海底を歩くといった特徴があります。この胸びれは感覚器官になっていて、
これで獲物を探し出して吸い込むようにして食べるそうです。歩く姿はちょっと可愛いですよ。ギガントキプリス。発光する海ホタルの仲間だそうです。体長は3センチ程度で、多くの光を集めるために大きな目をしています。なんと、最も集光能力がある目を持つ生き物として、ギネスブックに載っているほどの目なのです。ちょっとエイリアンみたいですけど、小さくて可愛らしいですよね。いかがだったでしょう？深海の奇妙で可愛い生き物たちは、巨大な深海生物の動画も上げているので、よかったら見てくださいね。では、次の動画で会いましょう。